私からは文部科学省における再就職等問題に関わる調査報告、いわゆる中間まとめについて発表させていただきます。文部科学省は今回の再就職等問題を受けて、再就職等問題調査班を設置をし、有識者である特別班員4名の指導判断の下で、調査方針を決定するとともに、調査班員に弁護士の方々を参画をしていただき、組織的な斡旋構造に関する調査、再就職等監視委員会の報告に基づく職員の関与した37件の事案の調査、全職員および退職者への調査を進めてきております。このうち組織的な斡旋構造や再就職等監視委員会から指摘をされた37件の個別事案について集中的に調査し、本日関係者へのヒアリングの結果等を踏まえて事実関係を整理した中間まとめを取りまとめをいたしました。再就職等監視委員会の調査結果において、平成21年当時から島抜き市を介した再就職斡旋が行われてきたと指摘をされていました。今回の調査班によるおける調査により、複数の人事課職員が再就職等に関わる作業を引き継ぐ際のメモが確認をされました。その内容や関係者のヒアリングからも、島抜き市と人事課職員による資料作成作業等が、島抜き市の文部科学省を退職をした平成21年7月からメモが確認された、遅くとも平成22年7月までに実態として提携された作業として継続されてきたことが判明をし、監視委員会の指摘が裏付けられることとなりました。また、再就職等監視委員会から指摘を受けた37件の個別の事案についても、調査の結果、国家公務員法の再就職等規制に該当する事案として特定できたものは26件であり、現時点においては再就職等規制に違反することが確認できなかった事案は11件ありました。今後は中間まとめで記載をした斡旋構造及び個別事案において確認できなかった事案と合わせ、指摘された37件以外の事案についても、全職員や退職者の調査を進め、関係職員へのヒアリング等を実施することも通じて、再就職等問題の全容解明を行っていきたいと思います。合わせて職員に対して、今回、再就職等監視委員会の指摘された事例を参考にした、国家公務員法が禁止する再就職等規制に関する徹底した実効的な研修の実施、営利企業等から再就職等に関する求めがあった場合や、退職者から再就職に関する情報提供の依頼があった場合の対応方針の検討、国家公務員法が定める再就職等規制について、関係団体や退職者等に対する周知など、再発防止策についても検討してまいります。また今回、事案を調査する中で、大学の設置認可審査の過程における機密情報の取り扱いについて、不適切な行為が明らかになったことから、同課程における厳格な機密情報の管理方策についても検討してまいります。私からは以上でございます。ありがとうございました。では、幹事社から伺います。新たに17件の違法認定、それから人事課内でののメモの存在ということですけれども、これらについても大臣の率直な検討で、承認をいただければと思います。今回の中間まとめのまず位置づけでございますけれども、今申し上げたとおりですね、2月6日の事実の整理で行った組織的な斡旋構造に関する調査をさらに深めるとともに、再就職等監視委員会の報告に基づく職員の関与した37の事例について、関係者のヒアリングやメールをもとにその事実関係を整理をしたものであります。中間まとめでは組織的な斡旋構造について、25年9月11日付資料再就職支援業務については、文部科学省人事課と島抜市が共同して作成したものであり、平成26年1月の島抜市による文教フォーラム設立までの一連の過程において、主として人事課が組織的に再就職規制を先達する目的で、島抜市を中心とした再就職支援を行う環境づくりに関与していたと考えられること、調査を通じて複数の人事課職員が再就職等に関わる作業を引き継ぐ際のメモが確認され、その内容からも島抜市と人事課職員による資料作成作業等が島抜市の文部科学省退職以降メモが確認された遅くとも平成22年7月までに実態として定型化された作業として継続されてきたと認められることについて、また文部科学省における組織的な再就職斡旋構造について事態を防止する職責を果たせなかった歴代人事課長その他幹部職員に責任があること等が報告をされております。先ほどご報告をさせていただきましたとおり、37件中26件が再就職規制等の国家公務員法違反に該当することも指摘をされております。改めて文部科学省としてですね、今回の再就職等規制違反に関して、これは組織的に関与をしてきたと、これはもう監視委員会からも指摘をされていることが裏付けられる調査報告であったかと考えております。ありがとうございます。では、秋田さんお願いします。どうぞ。NHK の木村です。慈恵学園の関係でお話したいんですけれども、これは失墜行為、侵入失墜行為にあたるというふうな話でしたけれども、情報の漏洩が疑われる事案でもあるのかなと思うんですが、これまず情報の漏洩というのが実際なかったのかということと、まさに隣がいけないというふうに言われる理由の一つのようにも思うんですけれども、この事例について大臣どのようにお考えですか。この中間まとめにおきまして、平成26年3月末に申請がありました慈恵大学の設置に関わる審査過程で、審査に関する情報や是正意見に対するアドバイスが設置審査とは関係がない部署にいる職員に提供された事実が記載をされています。中間まとめでは、審査の過程における島抜市からの不当な働きかけや、島抜市を副学長等に就任させることを目的とした、文部科学省からの慈恵学園に対しての不当な働きかけはなかったとされております。また、結果的に本申請は同年7月に自主的に取り下げられているものの、このような一連の行為はですね、設置審査の信頼性を著しく損なうとともに、官職への信用を失墜させるものであり、誠に遺憾であると考えております。このような行為があったことは決して許されるものではなく、中間まとめにおける指摘を十分に踏まえて、この行為に関わった者に対して、厳正な処罰を行ってまいりたいと考えております。先ほどですけれども、審査の過程はそうすると適切だったというふうに考えています。これ大学設置審査でありますか。審査の過程に何かの影響は及ぼされたということは確認をされておりませんし、その後大学の方から取り下げたということです。はい、どうぞ。現段階でまだ中間まとめということではありますが、ここまでの調査を受けて、大臣としてですね、なぜ文科省においてこのような事案が発生しまったのか、その原因は何だったのかというのは、大臣の考えになりますでしょうか。これまでもお話をさせていただいておりますけれども、文部科学省においてですね、今回の再就職等規制に関する知識、認識が十分でなかったということに加えてですね、文部科学省内の順法意識が欠けていたと、このことが今回の事案の基本となっているんだろうというふうに考えております。はい、そうすると職員の認識や意識の問題であって、これはその、今、全省庁調査というのを政府も進めておりますけれども、他の省庁でもあることではなく、文科省、独自のといいますか、文科省の職員の、個人的なといいますか、組織としての問題というふうに考えられているんでしょうか。私の、文科省の責任者としての立場からはですね、文科省における今回の再就職等規制違反に関する事案に関してどう認識をしているかということについて、先ほど申し述べたところであります。はい、読売新聞の伊藤です。今人口意識が欠けていたというようなご説明だったんですけれども、この慈恵学園の事例を見ますと、天下り先に便宜を図ろうとするその人事課の構図というのがあるように認められるんですけれども、こういった便宜を図ろうとすることが他にもあるんではないかというふうな、見方ができるかと思うんですが、この辺徹底した調査をする考えというのはございますか。まずその時系の案件について、事実関係について事務方からお話をさせていただきたいと思います。これについては特別顧問として就任したというのは事実でございます。一方で、これについて、先ほど申し上げましたように、別意見が出るということで、それが事例に情報として、他の職員に渡した、それは手当て、与えたということですけれども、この過程で、何かしらの働きかけ、結果についての働きかけ、話し合ったということは確認をされておりませんし、実際に是正意見が出た後、大学の方から発信をしていたということでございます。この点に関しては、そうですね。事実関係は今お話をさせていただいた通りでありますが、しかし設置認可部署以外にですね、この情報が大学の認可に関わる情報の途中経過が話されたということは、もうこれはあってはならないことでありますし、こういったこともですね、今回直接的な設置に関する関係があったとは認識をしておりませんが、しかし今回の一連の再就職等の違反事案の中において、国民の皆様からもですね、これはもうご不信を持たれる事案であるかというふうに思いますし、こういった面からもですね、しっかりと今後もですね、さらに調査を進めていかなければいけないというふうに思いますし、何よりもですね、文科省の先ほど順法意識ということもございました。これはもう公務員としても当然のことでありますが、その徹底に加えてですね、再発防止に向けたさまざまな省内の意識改革に取り組んでまいりたいと考えております。はい。請求書の関係でお尋ねしたいんですけれども、平成22年の7月までには遅くとも作られていたという指摘だと思うんですけれども、これは担当者間の面の引き継ぎだというふうに伺いましたが、これ本当に人事課長であったり、当時の幹部というのは、こういう仕組みのことを知らなかったんでしょうか。現状までのですね、調査においては、その存在を直接的に認識していなかったということでございますが、この問題に関してもですね、さらに深掘りをして、調査を進めてまいりたいと思います。この幹部職員のこのメモに関する関わりについて、事実関係で補足があれば。はい、先ほど説明させていただきましたが、幹部職員がこのメモ自体を知っていたかどうかというのは、こんな説明でございません。あと一方で、幹部職員に直接、こういった関係とのやり取りというものを認識していたかどうかということは、これはヒアリングしておりまして、当初、この当初の人事課長であった方は、こういった人事課職員とやり取りがあったということは認識はしてなかったということを、ヒアリングの結果は得ておりますけれども、このメモをちょっとずつ、このメモがあったことを認識したかどうかというのは確認ができます。事実関係はですね、今、事務方からお話をしたとおり、このメモに関して、人事課長、また幹部がですね、認識をしていたということが現状において確認をされてないということでございますが、先ほど申し上げたとおりですね、この件についても、さらに最終調査に向けて、調査を進めていきたいと思います。しかし認識をしていたかしていなかったかにかかわらず、当然その人事課内で行われていたことでございますから、人事課長また幹部職員にですね、その監督が行き届かなかったという責任はもう当然あるというふうに認識をしております。重ねてですけれども、当時の人事課の課長であったり、幹部それを知ってたか知らなかったかは現時点で確認できないということですが、今日公表されたこの中間報告の作成にあたってですね、そういった方々っていうのは関わっていらっしゃらないでしょうか。関わっていると、この報告書を作るにあたって今回その歴代の人事課長であったりとか参考人として呼ばれた人というのがその報告書の作成には関わってないということですか。今回の調査班にですね、人事課職員が加わって過去の人事課職員が加わっているということはありません。それは平成20年12月31日以降のということでございますが、それはそういうメンバーの人選をしております。参考人としてという、今ちょっとどういった意味か分かりませんが、当然ですね、関係者としてヒアリングはしているわけでございまして、参考人というのが、そのヒアリングの対象としてかどうかということであれば、それは当然対象としているということでございます。これ調査班で作った報告書ということになっているかと思いますけれども、その歴代の人事課長が調査の報告書の作成に関わったとしたら、これは何か問題がありますでしょうか。まず調査のですね、客観性、透明性、公平性において、当然その当事者がその調査に加わるということは、今申し上げた要素を損なうことでございますから、ふさわしくないというふうに考えております。はい、ご説明させていただきますと、お手元の中間まとめの31ページに調査班のアインのレイドがございますけれども、ここにございますように、その作成にあたっては、こういうことは、共同通信の桜井というものなんですけれども、島崎氏なんですが、国会で野党議員からの職業安定法違反じゃないかという指摘があったと思うんですけれども、今後調査結果を受けてですね、島崎氏を職安法違反で厚労省や地検などに告発する可能性というのはあるんでしょうか。この職安法のですね、構成要件を考えると、当然その可能性はあると思います。しかしながらこの職安法のですね、行として行うというこの項目において、今までおそらくご承知の通りですね、これ告発された事案がありません。告発された事案がないということは判例もないということでございます。多くは行政指導によってですね、対応されているということを報告を受けております。今回の事案がですね、まずその業としてということに認定されるのかどうかということも、これは関係省庁とよく相談をしながらですね、進めていかなければならないと思いますし、いわゆる川石法制というものに該当するのかどうかということも含めですね、厚生労働省としっかり相談をしながら対応を今後進めてまいりたいと考えております。大臣の公務のご関係であと1問とさせていただきます。はい、共同通信の権利教授なんですけれども、この度いじめの関係で公立学校で起きた重大な事件を調べるため、全国の教育委員会が2014年度設置した第三者委員会の調査結果を出します。重大事案に関しては4割近い報告されていなかったことが指摘されまして、本来調査結果を公表して研修が再発防止にされることこそが目的だと考えるんですが、こうした実態について大臣の所感を伺えますでしょうか。もう一人手を挙げられてた方々は再就職の方の案件です。じゃあ先にそちらをお答えしてから。はい、中間まとめ、中間報告で出て、当事案に関わった人数が、トータルで15人というのが伺っているんですが、そういう方のその今後の処分についてのお考えは、時期と内容ですと、それと、すでに多分、処分された方も入っていると思うんですが、そういう方についてはどういうふうにお考えでしょうか。まず当然のことながらですね、今回の中間報告で、違反が明らかになった職員に関しては、厳正に処分をしてまいりたいと考えております。もうすでに処分をしているものも含めてですね、その今後の処分のありように関しては、これは再就職等監視委員会の方に、処分内容も報告をしなければいけませんので、その報告をし、また指導を受ける中でですね、厳正に処分をしていくということでございます。処分の時期に関してはですね、今、並行してお話をさせていただいたとおりですね、調査を続行しておりますので、もちろんこれは最終報告を3月の末というふうに従前より申し上げておりますから、その時期にはですね、その報告を待って処分をしたいと思いますが、それより前にこの処分という形があるかどうかについてもですね、監視委員会等と相談しながら、また調査の進展の具合を確認しながら、これはスピードというのも重要だと思いますが、一方で、国家公務員法違反という案件でありますから、正確さも合わせてですね、進んでまいりたいと考えております。すでに処分を受けていらっしゃる方も、またさらに重ねて処分ということもあり得る。その処分のありように関しましてはですね、先ほど申し上げましたとおり、再就職等監視委員会の指導の下という形になっていくと思いますので、そちらとよく連携を取りながら進めてまいりたいと考えております。で、いじめの案件でありますが、いじめの重大事態に関する第三者委員会の調査結果を公表するか否かについては、各教育委員会が事案の重大性や内容、被害児童生徒や保護者の意向、公表した場合の同児童生徒への影響等を総合的に勘案して、個別具体的に判断をしているということでございます。子どもたちへの影響というのをですね、二次被害につながることがないようにとの判断の中において、このいった調査公表が行われているものと考えております。今回は弊社の事例や調査したメンバーの名前も報告されてない自治体もあったり、そういった実態について、法律の方が違法したいという推進法の方の文言で明確に公表し続けてないことが原因じゃないかと思われるんですが、例えば法改正とはいかなくても、文部科学省としてはですね、当然、その調査の透明性、客観性の確保の面からおいても、調査員の方は公表をすることが望ましいというふうに考えております。私たちとしては望ましいと考えておりますが、これも最終的には各教育委員会のさまざまのその事情の中においてご判断をされることであろうかと考えております。